で次ね、バラードをお届けしたいと思います。震災、この間の東北の震災より前に書いたんですけども、東北の震災を超えたら、もしかして震災とかで亡くなった人のことを思って書いたのとか、大事にしてた人のことを思って書いたのって言われることが時々あります。この曲を聴いてください。あなたへ。もうすぐバスが来る。